はい、どうもリンダマンです。今日のテーマはなぜ安定を求めない方がいいのか、振り子の法則についてお届けしていきたいと思います。安定したいって気持ちは誰もが思うことだと思うんです。決して悪いことではありませんよね。ただ今日はね、なぜ安定っていうものを目指さない方がいいのかっていうことについてお届けしていきたいんですが、ちゃんと理由があります。これから僕たちは一体何を目指していけばいいのか、そして何をしていけばいいのか、大切なお話をしていきたいと思います。まずそもそもこの安定という言葉、ちょっと漢字見てみてください。安く定めるっていう風に書いてますよね。あんまりいい言葉じゃなくないですか。例えば女性の方が男性からね、告白されるときに結婚してください、安く定めようと思いますって言われたら、えって思いません？どっちかというと高く来る努力をしてほしいですよね。この安定っていうのはなんか漢字を見るだけでもなんか低空飛行のような感覚になりませんか。僕にとって安定っていうのは安く定めるようなことで、あんまりいいことじゃないと思うんです。そしてこの落ち着くっていう言葉もそうですよね。例えばこう年を重ねるごとにそろそろ落ち着きたいなって思うのはまあ常なわけですし、当たり前のことなんですが、この落ち着くっていう漢字の語源はね、落ちて落ちて地につくという一節があるぐらいなんです。どうでしょう皆さん、落ちて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 地についたら人生どん底じゃないですか。僕はどっちかというと落ち着きたいと思わなかったです、この話を聞いてね。むしろ落ち着くんではなくて、落ちて地につくんじゃなくて、やっぱ上昇していきたいってことですよね。なので僕は落ち着きたいっていう感覚もどんどん人生の中で薄れていってる気がします。まあまたね、経済のこともまたどんどん皆さんに配信していきますが、例えば収入が下がったり税金が上がったり人口が減ったりとか、少子高齢化が進んだりインバウンドが増えたりとか、ロボット化人工知能が進んでいったりとか、とにかく時代がすごく不安定じゃないですか。もうまさにこう荒波にこう飲まれてる状態なんです。どうでしょうね、こう海に浮かんでてサーフボードに浮かんでたら大きな波がザバーンって来たんです。安定しようとしてる人はザバーンって飲み込まれませんか。でもせっかくサーフボードがあるわけですから、このサーフボードにまたがって不安定な波を不安定なもので対応していったら結構乗り越えられると思いません？この不安定だからな時代だからこそ、不安定なもので乗り越えていくっていうのがすっごく大事なことなんです。では一体僕たちはこれからどうしていけばいいのかですよね。ここについて確信に迫っていきたいなと思うんですが、皆さんはこの言葉を聞いたことがあるでしょうか。振り子の法則という言葉がありますね。こう糸にこうお金を吊るしてこう振り子のように、これ振り子って分かりますよね。振り子っていうのは面白くて、こっち側に3センチ触れるとこっち側に反作用で3センチ触れるっていう法則じゃないですか。つまり人生がボーンっていいことが起きるとなんか反作用みたいなことも起こりやすいし、逆に人生でバーンって嫌なことが起きた人ってすごく反作用が起きやすかったりします。逆に安定っていうのは振り子的に言うとこういう揺れでね、嫌なことを減らしたいって思うからいいことも少なくなる。もうねこれは法則なので絶対同僚だと思うんですよね。例えばまあこれ面白い統計を取るとね、世の中で成功されてる人の家族って病気がちだとかいうデータが出ていたりとか、あと男の人は一回成功に向かうと女性問題が増えるとかね、あとはなんかその体を体調壊してお酒飲みすぎたり太っていく人が多いと、まあ、これもある意味バランスを取ってるわけですよ。ハングリーにやってる時はそんなことを意識が回らないわけですよね。まあこんな感じで全ては振り子の法則によって生まれてるんです。だからいいことが3メーター起こしたいんであれば、3メーター分の何かその積み上げていくものだったり努力だったり、時には達成感や劣等感みたいなものも人生の中では必要な時期もあるということですよね。人生に悲劇がない人は喜劇もないわけですよ。短く見たら嫌なことでも、人生って長く見た時にめっちゃあの時面白かったよねってほぼ笑い話になりますよね。でも人生に悲劇が一回も起きてない人って喜劇も起きないわけですから、短く見ると辛いことが人生長いバイアスを取るとすごくなんかこうね、幸せなことってのは実はたくさんあるんです。この振り子の法則っていうのね、ここの知識ではなく、ここの心に入れて本当に心の底から理解するってことが大切なことだと思います。まあこういう話をするとスピリチュアルですかみたいなこと言われるんですが、いやだって世の中で成功してる人ほどこういう話をしますよ。そして成功してる社長室なんかに行くと必ず神棚があったり、定期的にお墓参りに行ったり先祖崇拝してたりするわけですよ。これは非科学的なことやってるなみたいな。そして神社に行ったりね、要は見えないものを信じてるからなんか成功してる人が多いような気がするんです。ただスピリチュアルに依存したり手を合わせてるだけで成功するなんてことは絶対にありませんので、やっぱり僕たちは現代人として目の前のことを努力もしていかなきゃいけないけど、目に見えないことっていうのも僕は実際あると思うんです。世の中を動かしているのはテクニックやマーケティングだけではなく、こういった法則っていうのがもっと太い根幹を担ってるんじゃないかなって思います。じゃあ一体どうしたらいいかというと、このねストレッチゾーンってところに入っていくね癖をつけたらいいんですね。まあ僕は最近筋トレを始めることによってこのストレッチゾーンってところに入っていくことができるようになってきました。ストレッチゾーンっていうのは何かっていうと、
もともとパーソナルゾーン、コンフォートゾーンというのがありまして、自分が自分らしくありたいと、いつも落ち着いたソファーに、自分が気に入ったソファーに座りたい、いつも彼氏とくっついていたい、もう何だったら海外に行くぐらいだったらもう気の知れた場所で気の知れた人とずっと、ね、楽しく過ごしていきたい、まあ、これも全部コンフォートゾーン、コンフォータブルなので、まあ、自分が当たり前だと思っているゾーンですよね。じゃあ変化成長しようと思ったらこのゾーンを超えていかなきゃいけないですよね。例えば転職をしたりとか引っ越しをしたり、ちょっともう長く続かないなと思っているパートナーと別れてみるみたいなこともある意味コンフォートゾーンを抜け出すということです。この抜け出しと1個外側のゾーンをストレッチゾーンというんですね。まあ気をつけなきゃいけないのはゴムってピューンって引っ張るとパーンって戻りますから、あんまり引っ張りすぎるのも良くないですよね。いきなり億万長者なんだなんていうと次の日も抜け殻みたいになったりするんで、そうではなくね、ちょっとずつちょっとずつこう自分のこうコンフォートゾーンを超えていくってことが重要なんですよ。このコンフォートゾーンを超えた時に、普段やったことないことをやる時に必ずこういうことが訪れます。それは不安だったりイライラしたりドキドキしたりワクワクしたりです。こういった感情が湧き上がってきますよね。まあ僕はこの不安とかイライラとかドキドキとか特に嫌でしたね。ワクワクは楽しいけど。でもこの感情っていうのはめっちゃ面白くて、実は全てこの気持ちはうまくいってるよってサインが心の中に飛んできてるんです。これめちゃくちゃ重要なことですよ。だって当たり前の自分が飛び出して何かやったことないことをやったら不安になるのは当然ですよね。転職して大丈夫かなとか、彼と別れてやっていけるかなとか、行ったことない国に私一人で行けるかなって不安じゃないですか。そして時にはイライラしたりドキドキしたりもします。ワクワクもそうです。これ全部自分のコンフォートゾーンを超えた時に起きるサインなので、うまくいってるよってことなんです。まさに筋トレで言えば重いものを持って筋トレをします。そうするとある時乳酸が出て、それがアミノ酸と結合して、まあ、筋肉がパンプアップしていくわけですが、同じように成長痛といって人生の中や感情の中にもこの不安が乳酸であり、この不安を乗り越えた向こう側に筋肉のパンプアップが待ってるわけですよね。だからこのイライラ不安こういうものがない人たちっていうのは変化してないってことなんです。つまりこの不安イライラドキドキはうまくいってるサインなわけです。じゃあこういう人たちはどうでしょう。私ずっと今安定してて幸せで、なんか毎日楽しんだよねこの3年っていう人はどういうサインかっていうと、感情に何もブレがないですから、変わってないってことなんです。まあ僕はいろんな人からこう相談を受けたりするわけですが、まあみんな不安でもう本当に悲壮感漂って、もう本当に死にそうな顔で来る子もいるわけですよ。でもこんなこと言ったらもう理不尽に聞こえるかもしれないですけど、僕はそういう子たちを見てね、かっこいいなって思うわけですよ。なぜその子が不安か、なぜドキドキしてるかというと、志が高いからこそそう思うわけですよね。僕はどっちかというとかっこいいなっていう、こいつ志があるからこそ不安なんだな、成長願望があって今の自分が嫌で変わりたいと思ってるから不安なんだな、本当こいつはかっこいいなって思ってしまう風潮があります。でも実際本当にこの不安っていうのはうまくいってるサインなので、これを知識に入れるんじゃなくね、スキルに変えてほしいんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、あーやばいどうしようって不安なことが起きた時に、僕だって不安は嫌いですよ。その時に今日の僕の情報を結びつけるんです。あー不安ってうまくいってんのか、結構痛いな、これ苦しいな、でもうまくいってるんだっていう風に結びつけた時に、よっしゃよし、筋トレと同じように限界を突破していこう、コンフォートゾーンを超えていこうって思いますよね。実はこの感覚がスキルアップなんですよ。この考え方を変えるだけで本当に成長や変化というのが始まっていきますから、ぜひこのコンフォートゾーンを超えた時のうまくいってるサインいっぱい体感してみてください。不安がないやつは人生ずっと不安が起きていきます。僕は不安でいっぱいのやつは本当に変化をしたいんだなって思います。まあこれからの人生は本当に経済も本当にこうやって不安定でどうなるか分かりません。こんな不安定な時代だからこそ逆に安定ではなく上昇を目指さなきゃいけない。だって税率が上がるってことは、稼いでも税率が上がるね、また税金で取られる、稼いでも税金取られるわけだから、安定してる人はどん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 税金に飲み込まれていきますよね。なのでこういうふうに上昇していくってことが大切なことなんです。ぜひ皆さんは安定を求めるんではなく、この上昇してね、変化していく力をつけていってください。まあ人生目指すといろいろなことが起きますよ。確かに振り子の法則ね、5メートル嫌なことが起きたら嫌ですよね。ところがこれね、全部なくす方法があるんで最後にお届けしたいんですが、実は人生っていうのは夢中になればこんなこと忘れますよ。夢中っていうのは夢の中って感じで書くんです。もうその子は夢の中に入ってしまってるんで、もう行っちゃってるわけですよね。周りから見たら、あの子すごい大変そうだな、頑張ってんな、努力してるなって思うんですが、本人からしたらもう夢中で夢中でしょうがないと。例えばね、もう餓死して死にそうな人が階段を登って山を登っているわけですよ。周りから見たらもう大変で死にそうだな、かわいそうだなって思うかもしれませんが、本人は山の上にある肉に向かってどん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 食べたい食べたいと思ってるから楽しいと思いませんか。この夢中ってゾーンに入ると夢って達成しやすくなるんです。夢やビジョンさえあればね、もうそのいいことしか起きないわけですよ。5メートルいいことがあって嫌なことが起きても気づかない夢中なんでね。これが自分の中で人生が辛く感じることをなくす方法なんです。
夢中になるためには夢やビジョンがないと夢の中に入っていけないので、ぜひ夢やビジョンをもう一回洗い出して整理してみるということも大切なことです。夢っていうのは何かこう新たに作るものじゃなく、どっちかというと思い出すものですから、小学校の時に思ってた本当にやりたかったこと、僕なんか仮面ライダーとかなってみたかったわけですよ、まあ、仮面ライダーっていうかヒーローとか目指したかったんでしょうね、まあ、それが自分の根幹にあるので、本当にそれを思い出すってことが夢やビジョンを決める上で重要だと思います。ぜひこれからの時代、安定を求めるのではなく上昇していきましょう。このライフハック TV ではこういった考え方、デバイス、そしてテクニック、ツール、こういったものを含め、僕たちの人生がより向上していくためのライフハッキングしていくための情報を配信しています。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いいたします。